はい、こんにちは。皆さんよく来てくださいました。小坂直司と申します。今回、AI 関係の個展を初めてやってまして、で実は NOW っていう団体展で、やっぱり AI 関係のシンポジウムがあったときに、それをあれは見てくださったんですよね。そうですね、はい、それで見てくださってて、まあ、あの時は、明和電機さんと少しやり合いになったんですね。で、まあ、明和電機さんとはね、まあ、なんというか、明和電機さんが昔出てきた時には見に行ったり、それから実は東京ガロで、やらないかという、東京ガロさん、まあ、僕が東京ガロさんに行った時ですけども、社長にもなんか勧めて、一緒に明和電機さん見に行ったんですけど、結局明和電機さんが、まあ、逃げちゃったっていうか、拒絶してやらなかったんですが、今回もその話を蒸し返したんだけど、やっぱり明和電機さんはあんまりシリアスアートで、なんかやりたいっていうふうに思ってないんでしょうね。だからその辺もあって、 AI に対しても態度が違うんですよね。それで、まあ、その辺のお話も含めて、先生ちょっと 前の時にね、なんか一生懸命、言ってくださったので、まあ、立場によって随分 AI の問題は人に違います。これ AI 自体今もうアプリケーションがいくつも出てきてますけども、これも物によって、違います。ですから一概にどうこうってこう言いづらいっていう問題はあります。それから AI、 私の関係で私がずっとみんな AI 使おうよってご説明すると、たくさん作ってくれる人もいるんですが、自分が作ったものでいい作品だなと思っても本人はなかなかいいと思わない、あんまり苦労して作ってないAI で作品作るっていうのは、つまり制作技術を、絵画なり美術を作る制作技術がないと今までは作れなかったのに、ない人がヒュッと作れちゃうので、だから逆に自分が作ったものがいいか悪いかっていうのの判断が随分違うわけですよね。だから問題はだからかなり複雑なんですね。だからその辺のことも含めて、まあ、それとつまり AI が出てきた時代っていうことと、今ロシアがウクライナに侵攻しているということは無関係でありますが、しかし歴史ってそういうものでありまして、今特にある古い時代が、まあ、50年間続いてきたような、いわゆるグローバリゼーションの時代が壊れてきているので、そういう時代っていうのには天変地異が起きてくるんですね。だからそれは戦争だけじゃなくて、今気候の面でもたくさん天変地異が起きてますし、それから小さな国が国家レベルで経済破綻してきているので、そういう状態っていうのは、まあ、重なってくるんです。無関係なのがみんな重なってくるという時代ですから、まあ、昔もそうなんですよね。江戸時代が崩壊して明治に変わる過程でいうと、天変地異たくさん起きてるし、その地震もたくさん起きてますし、そういうことこれみんな後世の人に伝わってないからで、だけど実際はそうなんで、それこそ太陽の黒点がどうこうとか、そういうことはですね、あんまり、リアルにつながってるんですよね。はい、まあ、そういう前振りをした上で、先生なんかはその最初にやっていただければと思いますけど、彦坂先生に最初にお目にかかった時は、まあ、ラカンの量を使うんですね、精神分析のラカンの量を、まあ、一番有名なのは、ね、サンブリック・リマジネル・ル・レールっていうのを、まあ、日本語では象徴界とか創造界とか現実界ってやつするわけですけども、精神分析の量やではこれ仮説なんですよね、方程式だから実在のものではないんですけども、これをですね、彦坂流に非常に巧みに取り入れて、彦坂先生の頭の中には一種の階層構造があるんですね。階層構造、あとね、転げていく三角形っていうかな、そういう文明と非文明が
こう交互にやってくるようなそういう感覚を持ってらっしゃるのと、あとはまあ楽観的に言うと創造的な分野、つまり、いわゆる科学ポパーの言うような、サイエンスの領域ではなくて、つまり再現性はあんまり重視しない、一回性だっていうのに、つまり彦坂直義っていう受信機がキャッチしたものを、それをいかにこう彦坂流のロジックの中に組み立てて落とし込んでいくかっていうところが、精神分析としての私の興味を非常に広く聞いたんですね。でね、最初に彦坂先生の話聞くとね、この人何言ってんだろうって皆さん思うと思うんですよ。ただ綿密に耳を傾けて聞いていると、これはただものではないってことに気がつくわけですよね。だからそのただものではないっていうふうに気がついた方たちが今日いらしていただいてるのかなっていうふうには思います。で、ね、もしよろしければ、私慶応義塾大学の講師をやってまして、 AI についての授業を2年前にやったことがあって、Mac のキーノートっていうね、まあパワーポイントみたいなもので授業用のキーノートを作ったんですよ。だからまずは AI に対する基礎知識っていうかな、そういうものをちょっと見ていただく時間を先生、はい、作ってもいいですか。はい、じゃあちょっとね、あの授業に使ったやつですけど、ちょっと出してみますね。本日は表彰文化論第8回目の講義になります。テーマは人工知能と表彰、サブテーマは人工知能特異点人類の未来です。今回は Mac のキーノートを使った講義になります。2年前に私が担当しているのは全学部の学生を対象とした表彰文化論っていう分野なんですけど、まさに表彰文化論っていうのは、あのダカンでいうところのシニフィアンっていうかな、私たちがこう知覚において分析できる領域、その領域のまあ様々な角度からその当てたものですね。でちょっと次に行きましょう。皆さんは人類とロボットの未来を扱ったこの映画をご存知でしょうか。もう古い映画ですけどね、ちょっと、まあ、こういうヒューマンズっていう映画がありました。ちょっと、うん、あの触りだけ出してみますね。もう7年前の映画なんですけども、まあ、人工知能の究極系は人間と人工知能を備えたヒューマノロイドかな、全く区別がつかないような時代が来る。でその人工知能自身が自分が人工知能であることを知らない時代が来る。で実はそういうふうに考えると、人類そのものがそういう傾向もたどってきてるんじゃないか、つまり人類そのものが人工知能で自分たちが人工知能って言うと気がついてないかもしれないということですね。これは次に日本で現在進行中のサイヤプロジェクトについて見てみましょう。このサイヤプロジェクトの一番の特徴は、まだ二次元上での開発ですけれども、まるで生身の人間がそこにいるかのような画像の処理がされています。今は2次元ですけれども、この2次元を3次元にするのは時間の問題だと思われます。音声についてもまるで生身の人間が話しているようなイントネーション発音によって、人工音声と生の音声との区別がつかなくなるでしょう。The relationship between human beings and computers is constantly evolving. Now, AI technology will bring GUI to a whole new dimension. Deep learning human experience and emotions for optimized communication. From GUI,to guide. Our latest project is to input all forms of human expression into Saya. Joy, sadness, surprise, and fear. As the first guide, Saya will make a monumental leap
will not stop there. We will provide Saya with a vast amount of broadcast data. This will allow Saya to acquire natural voice conversation and autonomous behaviors. In the near future, through this cycle of continuous evolution, there may come a day when Saya will be welcoming tourists into Japan at the airport, interacting with you on a digital signage, on the TV, or even on the screen of your mobile device. Every second of every experience is an opportunity for Guide to evolve. So the question is, why isn't Saya participating in your project yet?もっと遡ればスティーブン・スピルバーグの AI という名作があります。ロボットやアンドロイドについて考察するときに大きく2つの考え方があります。上半分と下半分の違いを皆さんはお分かりになりますか？上半分に示されているのはAI、ピノッキオ、鉄のアトム、そしてエヴァンゲリオンです。下半分はちょっと古いアニメですが、サイボーグ009、そして広角機動隊です。上の段と下の段の根本的な違いは何でしょうか？少し考えてみてください。これはですね、彦坂先生もおっしゃってる文明非文明とかですね、人間性を書いていく方向と人間性を回復する方向に通じてるんですね。つまりまずここで大きな2つの区分について考えてみましょう。1つは機械、そしてもう1つは生身の体、生体です。この機械をメーカー、そして生態をバイオというふうに呼ぶことにしましょう。つまりメカはメカニズム、ロボットやアンドロイドを構成している機械の部分になります。一方バイオは生物学的な生身の身体のことです。我々の身体もこのバイオと考えられます。だんだん今日のテーマに近づいていくかなと思います。そしてここへ精神分析の概念を導入してみます。一つはエロス、もう一つはタナトスです。すでに以前の授業でお話ししたように、エロスは性の欲望、そしてタナトスは死の欲望ということになります。今述べたメカとバイオ、そしてエロスとタナトスとの関係について総括的な図を挙げてみます。上の四角い枠の中に書かれているのはメカのバイオ化、つまりエロスの神経症的ベクトルという水準です。もともと機械であったものが生身の体を目指すという方向性です。ここに関与しているのはエロスの働きです。 AI の主人公ももともとは家庭用のロボットでした。それが経験を積んでいくに従って生身の人間のような行動、そして思考形態を取るようになります。ディズニーの有名なアニメーションピノッキオもまたそうですね。ゼベトじいさんが作った木でできたお人形が生身の命を吹き込まれていくという物語です。鉄のアトムは私の世代の有名な漫画ですけれども、鉄のアトムもまた、天馬博士が自分の亡くなったトビオの息子のためにその代わるものとして作ったロボットです。しかしこの鉄のアトムも海王に従って人間のような心、感情を持って行動するようになります。エヴァンゲリオンもまたそうですね。次に下の四角い枠を見ていただくと、その真反対の
ことが書いてあります。つまりバイオのメカ化、タナトスの盗作的ベクトル、これはもともと生身の身体だったものが機械的なものを目指す方向です。ここで働いているのは死の欲望、つまりタナトスになります。昔の漫画サイボーグ009、これは脳の中枢部は生身の人間であるけれども体の部分が機械化されているという人たちです。高架機動隊の草薙男もマイクロチップ等を身体に埋め込むことによって生身の身体からより高度なパフォーマンスを行うことができる機械的な身体だとその機能を目指しています。人工知能の能力が全人類の知能を超える地点をシンギュラリティというふうに呼んでいます。レイカーツワイルはそれが2045年に訪れると予言しています。そしてシンギュラリティ以後はメカとバイオが共存する時代が訪れるとされています。つまりメカとバイオがエロス・タナストスを介して循環していく形になります。メカがバイオへと変化し、バイオがメカへと変化する、こういう共存の世界がやってくるでしょう。さらに言えば、もしかしたらタナトスが優位に働いてメカがバイオを排斥する時代がやってくるかもしれません。そしてこのシンギュラリティが2045年ではなく、もっと加速度がついてそれ以前にやってくると考えている学者さんもいます。例えば2030年にやってくるというふうに考えている学者もいます。そうするとあと10年で人類の知能と人工知能が逆転してしまうということが起こるかもしれません。まあ、プーチンのやっているウクライナ攻撃っていうのは まさにタナトスの効果ですよね。でおそらくプーチンが過去にやったように一回破壊しておいてまた新しい都市を作ろうと、要するに一回タナトスを行使しておいてエロスをもう一回作動させようっていう魂胆なんでしょうね。果たしてそれがこううまくいくかどうかですね。ここで人工知能の仕組みについてざっとおさらいしておきたいと思います。まあ、人工知能の特徴は大量のデータの高速反復処理ということにあります。そのためにインテリジェントアルゴリズムによる自動学習が行われます。それらを支えている下位分野は、下記に示しているものになります。機械学習、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、コグニティブコンピューティング、コンピュータービジョン、そして自然言語処理、NLP です。機械学習は人間による明示的なプログラミングなしで、ニューラルネットワーク、統計、オペレーションズリサーチ、物理学などの手法によってデータ内に埋もれている洞察を発見します。ニューラルネットワークは機械学習の一部です。脳のニューロンのような相互接続された処理単位で構成されて外部入力に応答して情報を処理します。このプロセスではデータを複数の処理パスに通すことで未定義のデータから関係を発見していきます。ディープラーニング、これは今最も注目されている人工知能の仕組みの一つです。処理単位が多階層化された大規模なニューラルネットワークを活用していく手法なんです。大量のデータから複雑なパターンを学習します。一般的な用途としては画像を認識したり音声を認識したりする、スピーチとか発話を認識したりする機能です。コグニティブコンピューティングは AI の下位分野の一つです。機械と人間の間で人間同士のように自然な対話を実現することを目指しています。
最終的な目標は人間と理路整然と会話ができるようになることです。コンピュータービジョン、これはパターン認識とディープラーニングを使って写真とかビデオに何が映っているかを認識します。機械が画像を処理、そして分析し、理解し、そして画像やビデオをリアルタイムで取り込んで撮影場所の周囲の状況を解釈するということも可能になります。自然言語処理 NLP、 これはコンピューターが人間の音声言語を分析し、理解し、生成できるようにします。その目的は自然言語によるロボットと人間の対話ということになります。今日彦坂先生を展示していらっしゃるのはこの中のコンピュータービジョンの技術によって作られた画像処理システムを使って処理されてるんですよね、先生。で、それをただ単にプリントアウトしただけではなくてフォトショップを使って手を加えてらっしゃるということですね。AI の実現と活用を支えるテクノロジーについて見てみましょう。ここでは4つのテクノロジーについて挙げてみました。 GPU、 グラフィカルプロセッシングユニット、モノのインターネット、 IoT、 高度なアルゴリズム、そして API、 アプリケーションプログラミングインターフェースです。 GPU はAI の鍵を握る重要な領域の一つです。ニューラルネットワークのトレーニングにはビッグデータに加えて高度なコンピューティング性能が欠かせません。モノのインターネット、 IoT、 インターネットオブティングスの略です。これは相互接続デバイスから生成される未処理の膨大なデータに対してAI でモデルの作成をしたり、その適用を自動化することで最大限に活用できるようにするというものです。出先から冷蔵庫の中身を確認したりということもそのテクノロジーの一つです。高度なアルゴリズム、アルゴリズムは非常に重要な分野です。より多くのデータをより高速に、そして複数のレベルで分析するためには高度なアルゴリズムの開発が必要です。新たな方法で組み合わせる手法の考案というものが現在進められています。まれに見るような気象事象の特定とか、その予測とか、あるいは複雑なシステムの理解、独自のシナリオの最適化などに重要な役割を果たします。 API、 アプリケーションプログラミングインターフェースは、特定のプログラムの機能の利用をこう簡素化して、それで、既存のソフトウェアに AI の機能を、簡単にこう追加できるようにするものです。例えばホームセキュリティシステムとか、Q&A システムに画像認識機能を追加すると、画像データの属性の記述や、キャプションとかタイトルの作成を自動化できるわけです。そして画像データの中にある、興味深いパターンや洞察を呼び出すことも可能になります。ちょっとディープラーニングについてちょっと理解できるような、ブロック崩しの画面です。最初は球をうまく打ち返せませんが、少しずつ上達していきます。24時間も経つと完璧に打ち返すようになりました。実はこのプレイヤー、人間ではありません。ディープラーニングと呼ばれる人工知能のプログラムなのです。現在急速に普及する人工知能を支える技術の一つがディープラーニングです。一体どんな技術なのでしょうか。例えばスマートフォンの音声を認識して答えるアプリは代表的な人工知能です。このような人工知能の多くは、この場合にはこうするというルールを人間がすべて想定しプログラムにしていました。一方、人間がルールを細かくプログラムする代わりに、与えられたデータをもとにして人工知能自身がルールを見つけ出す方法があります。これは機械学習と呼ばれます。2012年、
トロント大学教授のジェフリー・ヒントンらが人工知能にたくさんの画像を分類させるコンテストで画期的な機械学習の方法を発表しました。現在ディープラーニングと呼ばれる技術です。ディープラーニングの元となったのは人間の脳のニューロンとシナプス結合を数学的にモデル化したニューラルネットワークと呼ばれる機械学習アルゴリズムです。ヒントンはニューラルネットワークの中間層を大量に増やすことで機械学習の能力を格段に向上することに成功したのです。その後ディープラーニングは急速に発展し産業での利用も広く進んでいます。犬に例えばですねフリスピーを投げてるとだんだんジャンプして上手に取るようになりますね。今の機械でできないんですよ。うまくいったらそのうまくいった時の行動を強化するということで上達していくわけですね。で強化学習自体も昔からあったんですけども強化学習をやる際の変数を人間が決めてたんですね。なのでその人間が決めた以上にうまくはなれなかったんです。ディープラーニングで取り出してきた特徴量っていうのを使うので人間が想定しなくても自動的にですね何が重要かっていうのを見つけ出して、まあ、上達すると。ディープラーニングは今さまざまな分野で利用され始めています。この企業では交通システムにディープラーニングを利用する研究開発を行っています。今我々が取り組んでいることというのは交通システム、交通事故がものすごく発展途上国で多くなっているのでそれを減らしたいというような、まあ、強いニーズがあります。これはディープラーニングによるモデルカーのシミュレーションです。それぞれの車にはコースの形や走り方などは一切教えていません。このため最初車は壁や他の車にぶつかってなかなか前に進みません。実は車には速い速度で進めば報酬が与えられ壁や車にぶつかると罰が与えられるという強化学習が行われています。報酬に基づいて正しい走り方を自分で発見し次第にコースを走れるようになります。コーナーを通る場合にアウトインアウト外側から膨らんで内側を通ってまた外側に膨らむっていうのがあるんですけどもそのようなコース取りというのも学習だけで実現しています。一旦効率的な走り方を学習した車はコースの形を変えてもすぐに対応することができます。例えばこの事例ではコース上に新たに障害物を加えてもそれを避けながらスムーズに走り続けます。これは先ほどのシミュレーションと同じアルゴリズムをおもちゃの車に適用したデモです。最初は車同士がぶつかってスムーズに走行できません。しかし1時間ほど学習するとお互いの車がぶつからないようにうまくコースを走れるようになります。コースを交差点に変更してもお互いにうまく避けながらスムーズに走り続けます。このように今ディープラーニングをはじめとする人工知能技術は急速に進歩しています。この先私たちの社会をどのように変えていくのでしょうか。特にその運動を伴う労働っていうのを助けてくれる可能性があって農業ですとか原子力発電所の廃炉の問題とかですね工場で熟練工が不足して後継者が不足しているとかいろんな問題がですね認識とか運動の習熟っていう技術があることによって解決できる可能性があってこれをうまく活かしていくことによって産業の大きく発展していく可能性があるんじゃないかなと。人工知能の発展によって今まで人間しかできなかったこともコンピューターやロボットが置き換えていくでしょう。人工知能技術の発展とともにそれをうまく使いこなす知恵も求められます。以前の講義で触れたフロイトの心的装置、これは夢の解釈という本の中で、発表された図式ですけれども、これが1900年に書かれた心的装置の図式です。これがなんとディープラーニングのシステムと非常に類似しているわけです。一番左にインプット、そして、一番右にアウトプット、そしてその間で情報の処理がなされますけれどもフロイトの心的装置ではそれは無意識によって行われる。そしてディープラーニングでは深い部分での情報の処理が行われるということで非常に似ています。これがシンギュラリティを提唱したレイ・カーツワイルの
著作の表紙です。1948年生まれですから今年で72歳になります。レイカーツワイルはアメリカ合衆国の発明家、実業家、未来学者です。本名はレイモンド・カーツワイルです。人工知能研究の世界的な権威で、特にテクノロジカル・シンギュラリティ、日本訳すと技術的特異点ですけれども、この提唱でよく知られています。またこの人はいろんなものを発明していまして、アムニフォント式のオシアソフトとか、なんとフラットベッドスキャナー、この方の発明なんですね。あとはカーツワイルのブランドのシンセサイザーだとか、文章音声のリメールマシンなんかも開発しています。ここで技術的特異点、テクノロジカルシンギュラリティについて簡単な定義を見てみましょう。人工知能、アーティフィシャルインテリジェンスが人間の能力を超えることによって引き起こされるであろう事態。ひとたび優れた知性が創造された後、再帰的、リカーシブにさらに優れた知性が創造され、人間の創造力が及ばない超越的な知性が誕生するという科学的な仮説です。そうするともう人工知能自体が再生産していくので、人間が必要なくなってしまうという事態が来るのかもしれません。Do I think singularity is near? I think you can make an argument that the singularity has already started. Is the singularity near? There are some changes that are fantastically big and fantastically fast are coming our way. I do see the future as an explosion of human knowledge. There'll be an explosion of things like music and art and science and engineering. The law of accelerating return. Says that information technology grows exponentially. The singularity is the point where our technology and ourselves are no longer two different things. Everything, communications, the health, the energy, will transform itself. Change is not a constant. It's actually getting faster and faster. I'm gonna make you real one day. Oh, you're looking better and better. This artificial intelligence we're creating is not coming from Mars to invade us. We are the human machine in civilization. It is really part of who we are. Tell me a bit about growing up. Well, I started out as a stick figure. Yeah, we're breaking protocol in this situation is immediate shutdown of you. Listen, I am a conscious machine. Terminating me would be murder. Clearly, she is just a machine. Your Honor, this is fleshism pure and simple. Human beings have spirit. They can develop a conscience. Spirocyte is an artificial red blood cell. You would probably be able to breathe without breathing for about 4 hours. The ability to reprogram the information processes underlying biology will enable us within 10 or 15 years to overcome cancer, heart disease, stop reverse aging. Nanorobots could be used to record all the traffic to get a complete picture of the state of your brain. So we'd be back in our brains. In principle, that's possible, yes. And that could also provide virtual reality for within the nervous system. Places that don't exist in physical space, but that people can inhabit and meet and do things that humans do. The wonderful thing is, your reality has just gotten a lot bigger. The concept of one mind, one body will be obsolete in less than 50 years. You can actually change your body to go with a particular environment. And it really feel like we're in that environment. I can't believe it. Correlated nanobot replications all over the place and perfectly spaced. A large number of nanobots replicate themselves, and when there's enough of them, they suddenly turn to attack things. Technology's always been a double-edged sword. Getting rid of the idea of dying. Expand the whole definition of
That's the nature of wanting to show up. People are making that Do people think that because it's been in a movie, it can't happen? カーツワイルの考え方のユニークな点は、宇宙レベルの視点に立った巨視的な進化の提唱にあります。彼は宇宙レベルの進化を6つのエポックに分けて説明しています。カナダ出身の英文学者で文明批評家のハーバート・マーシャル・マクルーハンの言葉を借りれば、まず我々が道具を作り、次は道具が我々を作るということになるでしょう。これがカーツワイルが提唱する6つのエポックです。私たちは今エポック4と5の間にいると考えられます。エポック1は物理と科学、エポック2は生物、エポック3は脳、エポック4はテクノロジー、エポック5はテクノロジーと人間の知能の融合、そしてエポック6が宇宙が覚醒するというような考え方をしています。この進化の6つのエポックについては、進化というのは間接的に作用していくものだ、ある能力が生み出されて、そしてその能力を用いて次の段階へ発展すると考えられています。左の方に書かれた説明を見ていただくと分かるように、最初は DNA という形で進化する、そして次に脳の進化がやってくる、そして次にテクノロジーの進化、そしてテクノロジーが生命の在り方を支配するエポック、そして最後に大幅に拡大された人間の知能、まあ圧倒的に非生物的なんですね、これが宇宙の隅々まで行き渡るというふうに考えています。このあたりまで来ると科学と宗教の区別がつかないような領域になってくるのかなと思います。それぞれのエポックについて見ていきましょう。エポック1は物理と化学、つまり原子構造の情報についてのエポックです。我々の起源を遡ると、情報が基本的な構造で表されている状態に行き着く。物質とエネルギーのパターンがそうだ。量子重力理論という最近の理論では、時空は離散した粒子、つまり本質的には情報の断片に分解されると言われている。エポックに生物 DNA の情報、数十億年前第二のエポックが始まった。炭素ベースの化合物はますます複雑化し、分子の複雑な集合体が自己複製機構を形成するまでになり、生命が誕生した。ついには生物組織がさらに大きな分子の集合について記述する情報を保存するための正確なデジタルの仕組み DNA を進化させた。エポック3のニューラルパターンの情報、 DNA 主導の進化によって自身の感覚器官を使って情報を検知し、自身の脳と神経系に情報を蓄えることのできる有機体が作り出された。最終的には我々人類が経験した世界を頭の中で抽象的にモデル化し、そうしたモデルが何を意味しているのかを理性的に考える能力を進化させた。エポック4、テクノロジー、ハードウェアとソフトウェアの設計上、テクノロジーが人間の手で作られた。まずは単純な機械に始まり、精密な自動装置へと発展した。ついには複雑な計算通信装置ができ、テクノロジー自体が情報の精巧なパターンを感知し、保存、
評価することができるようになった。エポック5、テクノロジーと人間の知能の融合。生命の在り方が人間の築いたテクノロジーの基盤に統合され、人間の脳に蓄積された大量の知識と人間が作り出したテクノロジーが持つ一層優れた能力と、その進化速度、知識を共有する力とが融合して得意点に到達する。エポック6、宇宙が覚醒する。宇宙の物質とエネルギーのパターンに知能プロセスと知識が充満する。特異点の到来後、人間の脳という生物学的な起源を持つ知能と、人間が発明したテクノロジーという起源を持つ知能が宇宙の中にある物質とエネルギーに飽和するようになる。知能は物質とエネルギーを再構成し、コンピューティングの最適なレベルを実現し、地球という起源を離れ宇宙へ、外へと向かうことでこの段階に到達する。このグラフではテクノロジーの性能が時間軸に沿って線形的ではなくて指数関数的な成長を示すことを表しています。そして特異点へのカウントダウンもまた指数関数的に近づいているということです。この先は私の音声による解説は挟まないことにします。ご覧になった皆さん一人一人がどのように感じてどのように考えるかをレポートで表現してみてください。好きなことで生きていきたい。それを夢見心地に教室の窓際の席から空を見上げて思っている人がいる。彼は好きなことで人生を切り開いていくことが何か遠い、選ばれし人たちにしか与えられない人生の特権だとでも思っているのであろう。しかしそうすると、一般的には嫌なことを耐えて耐えてやり遂げるということが成功への道だということになる。昔の日本はそう生きることが正しかった。1960年から70年代の日本は世界からも東洋の奇跡だと言われるくらいの驚異的な経済成長を遂げた。日本の繊細かつ頑丈なものづくりの精神が国内だけではなく世界の車や家電製品需要を受け負い、国民は働けばお金が稼げる時代だった。その時代でワークフォースに入った世代はしっかり学校に行って大手の企業に就職して退職まで働けば必ず豊かに暮らせることを目の前で見たように、そのレールこそが幸せや成功への道だと確信した。そしてこの教えを自分たちの子供の世代に良かれと思って教え育て、その子供たちはやがて大人となり、その教えを次の世代に教えようとする。しかし今はもう日本は高度経済成長じゃないな、とりあえずどっかに就職して将来安泰だなんて時代は一昔も二昔も前の話。なぜか日本人よりも安く仕事をこなしてくれる人たちが他にいるからなんだ。中国やベトナム、インドネシアやタイへと仕事は流れていっている。これは悪いことなんかじゃない。道路の信号すらままならない国々が成長していって日本のような物質的豊かさを手に入れるチャンスなんだが、しかし彼らのような国々が発展するということは競争相手も増えるということで、そこで生き抜く必要性があるのは間違いない。世界にはこの道を先に歩んでいる国がいるんだ。それがアメリカ。日本が高度経済成長を得ている時に、日本の車や家電製品が安くて丈夫だから、アメリカでもたくさん売れ、
代わりにアメリカの自動車や家電製品が全く売れなくなった。そうするとアメリカ内の雇用が減り、景気も悪くなるにつれ、国民も感情的になる。日本の車もこの始末。当時のアメリカも大手企業に入れば安泰だったが、日本の高度経済成長の頃にはそうもいかなくなった。しかしアメリカは今でも超経済大国として存在している。それは新たな産業、IT 産業を誕生させたからだ。そしてその立役者は誰もが知っているこの2人。彼らはなぜにこのような大成功を収めるとともに停滞しているアメリカ経済を復活できたのか。理由は好きなことに没頭していたからなんだ。People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, you know, being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful love what they did so they could persevere when, you know, when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. If you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. And I think that's the high order bit. The second thing is, you've got to be a really good talent scout. Because no matter how smart you are, you need a team of great people. Well, I think the key point there is you've got to enjoy what you do every day. And for me, that's working with very smart people. It's working on new problems. You know, every time we think, hey, we've got a little bit of success, we're pretty careful not to dwell on it too much because the bar gets raised. 彼らを筆頭に、現代のアメリカのシリコンバレーを中心とする IT 産業は、アメリカの GDP 1900兆円に大きく貢献するようになった。好きなこと、ワクワクすること、周りの目を気にせず情熱をかきたてられるものに没頭した先に、彼らの成功があり、今のアメリカの成功がある。僕たちも日本の高度経済成長時の常識を捨て、我慢や努力ではなく、やる気や情熱を持って生きようじゃないか。新しい常識となるような人生を歩み始める一歩を今踏み出そう。あ、もうこの辺でやめておきますね。ちょっとずいぶん時間取ってしまいました。はい、彦坂先生すいません、こんな時間を取ってしまって。いや最後にジョブズが言ってた、うん、その愛っていうかな、愛と情熱っていうのをちょっと言いたいがためにっていうか、彦坂先生の芸術創作活動って私の見方だとそれに尽きる要するに年老いても歩けなくなったとかね疲れたとかおっしゃってるけど、やっぱりそこに一貫して流れてるのは、まあ、要するにこう大きな意味でのアートっていうかな、それに対する愛情と情熱で、今日 の, そのウクライナをテーマにしたいわゆる人工知能に絵を描かせておいて、そこへ自分が手を加えるというようなこのことをですね、76歳ですかね先生、そうですね、になってまだとか言ったらおかしいけど、こういう作品群を作ってらっしゃるっていうのはやっぱり稀有なっていうかな、同じ世代のアーティストではちょっと非常に、珍しい、ラテックスを、部屋中に巻いてたあのアーティストが未だ健在っていうかな、そういう気持ちがします。長い時間とってすみません。はい、いや、どうもありがとうございます。はい、大変面白くて、こういうふうに知性を持ったロボットの問題、はい、サイエンスフィクション的なその映画とか漫画とかで見てはいるけども、実際にそれがね、その
AI という形で、リアルになってくるっていうところとして AI を私が捉えてるかっていうと必ずしもそうじゃないんですね。さっきの明和電機さんとか、あとまあ直接話してないですけど中澤秀樹さんの、AI の問題、まあ、中澤さんとか AI の問題は早くからやられてるんだけども、彼らの中にはそういう部分がどっかあるんですけど、ね、私自身だと、AI 自体に対してあんまり否定的じゃないんですね。つまり彼らはやっぱりこうそういう 人間を超える知性が生まれてくるっていうことに対するこう課題な課題な反応があって、それを否定的にも肯定的にもある課題な反応があって、で私自身だと、まあ、現実に例えばまあフォトショップでもいいし、それからそうイラストレーターとかその、フォトショップの中に具体的に入ってくるんですよね。具体的に入ってきてて、それは恐怖も減ったくるもなくて便利なんですよね。今まで大変な時間費やしてたのを、例えば本当にフォトショップのちょっとした修正をしていくのも、昔で言えばそれかなりできないっていうぐらい難しかったら、今テレビコマーシャルになってますけど、あれほど簡単じゃないんですけども、うまくくくってやってしてやるとこう消えてくれるわけですよね。でああいうことがまあ私で言うのも便利だっていうことで素朴に喜ぶわけですね。で真剣に考え始めるとそれは確かに問題なの。絵画でも何でも、つまりどうなっちゃうんだろうっていう、昨日も今日この展覧会に来てくださった大木博之さんという映画家監督がまあ、細部にあたって聞くわけですよね。そうすると実際上はその AI が自動的にやってくれてる部分がすごく多いので、あんまりその説明はしようがないんだけども、なかなかほらやってない人から見るとその作者である彦作家が深く関わってるというふうに思うんだけども、だからそのことはちょっと昨日も説明したんですけど、美術的に言うと何かっていうと、シューリエズムの時にいわゆる僕らがシューリエズムって日本人が聞くと、その、ダリとかエルンストとかデルボーとかそういう具象系シューリエストを考えるわけですけども、実はそのシューリエズムを発動したブルトンは彼らを、まあ、ほぼ全面否定したんですよね。で彼らは本当によく売れましたけど、こう売り絵でしかなくて、で一番重要な作家っていうのは、グルトン、アンドレ・グルトン、アンドレ・マッソン、アンドレ・マッソンだということなんです。で日本人はアンドレ・マッソンをあんまり知らなくて、まあ実際日本で、シュルレズムの美術館というと横浜美術館がシュルレズムの、コレクションをしている美術館なんですが、あそこはちゃんとアンドレ・マッソンをそれなりに扱うんですが、アンドレ・マッソンが、まあ、実際ニューヨーク行って展覧会もやってますけど、アンドレ・マッソンのやったことを、まあ、過剰に言えばほぼパクっていったのがポロックなんですよね。ポロックの表現というのはアンドレ・マッソン抜きにしてはありえなかったんですね。だからその美術史が展開していったっていうことでいうと、シュルリアズムというのはアンドレ・マッソンからポロックに展開したっていうことなんであって、ダリでもなければエルンストじゃないんですね。ダリやエルンストっていうのは行き詰まりなんですね。だからそのことを理解しないとなかなか日本人には分かりにくいんです。つまりこれ美術史っていうのは実はそのここで、語られているようにある種の宇宙規模の進化の形態なんですよね。で進化を正面から捉えていった美術を優れた美術といって、その進歩があれば退化がありますから、退化していく美術って常に生産されてくるわけですね。で退化する美術を喜んで、迎え入れてしまうと、そこでまあそう、なんていうかゴミになっていくんです。だから
多くの日本人の人たちから言えば、ダクとかレンズとかの導入になったというふうに思わないでしょうけども、美術史的に言えば、まず大体日本で、誰の回復展もやられてますけども、エルストの回復展とかね、あと、これがパイプではないといった、マグリット。はい。マグリット。マグリットの回復展は、東京国立近代美術館で、昔ですけどもやってますね。で、ほとんど統合的に何人も作家をやってないですね。で、アメリカで見たので言うと、エルストの大回顧展を、メトロポリタンでやったのは見てますけども、びっくりするぐらい大きな展覧会ですけども、びっくりするぐらいゴミの山なんですね。エルストは高校生ぐらいだとエルストを合宿買って、興奮してみましたけども、ダメな作家ですね。で、だから問題なのはですね、美術における温度なんですね。美術の中に温度があって、で、マグリットとか誰、マグリットもそうですし、ダリもそうですし、エルストもそうですけど、彦坂は絶対0度と言っている、一番温度の低い状態です。だからその自然状態ですね。自然っていうのは温度が低いですね。で、それがこう文明が発生するとだんだん温度が上がっていくんですね。で、その温度の上がったものを面白いというのであって、温度が下がった絶対0度のものはどれほど人を魅了しようとですね。つまり人間の体の中にある骨の部分とか、その十分にこう絶対零度というか温度の低い部分があるわけで、人間って自然性を持ってますから、で自然の部分というのは温度が低いんです。だからその、例えばその今、大阪でやってますけど、誰でしたっけ、小松宮さんっていうと、小松宮さんに感動して評価する人がいて、それは別にそれで分かりますけど、小松宮さんの温度っていうのは絶対零度低いんです。で、あそこでやってるのはその仏教系統はいろいろなものを使ってますけども、あれも基本的には技術なんですよね。仏教っていうけど、仏教系の坊主が必ずしも仏教かっていうのは信頼できないことなんですね。つまりほら、何でもいいですけど、そのたくさんの信仰宗教がありますけど、その言ってることが正当に宗教性を持ってるかどうかっていうのはきちっと聞いてみなければ分かんないことであって、例えばこれ秘書から聞いた受け売りですけど、例えば幸福の科学の、有名な、誰でしたっけ、及川幸久さんにしても、なぜ幸福の科学に入ったんですかっていう問いに対して、及川さんはもともとキリスト教徒なんですよ。でキリスト教徒が幸福の科学に入った理由というのは、前世についてキリスト教は説明してくれないと。で幸福の科学は前世を説明してくれるというんです。でそれは一種の呪術とか、その、創造界のある部分とかな、その前世を想定していく物語世界ですけども、そういうものに惹かれてるわけであって、決して信仰宗教としての幸福の科学が新しい、宗教でもないし、新しい、そのさっきの先生がおっしゃってた、その宇宙的な海底で登っていくような規模のものじゃないんです。後ろに下がったから人を魅了するんです、ね、だからその後ろだから体験してやっぱり思ったのは、人間っていうのは進歩があれば退化になりますので、必ず退化の部分があるんですね。で退化することに対して、退化してる人間がそのなぜいけないんだって言って怒るのは分かります。例えば私はどうしても絵を描くのが好きなんだっていうわけ、別にそれをいけないとは言えないんですよね、誰かも別に。ただプロで言うと、絵を描くっていうことを無媒介的に肯定するっていうのは、かなりもうモダンアートのどっからかな。だから今アンドリー・マッソンぐらいの、アンドリー・マッソンが開発したっていうのはオートマティズムですね。オートマティズムで自動技術ですね。自動技術を開発するわけなので、そうすると
その自然に人間がこう絵を描くとかっていう範囲を超えてこう無意識なりの領域と関わって絵を描くということを目指すから、それがまあただプロップになるわけですけど、だからつまりいわゆるこう今昔で言えば石膏デッサンやって人体デッサンやってそれでうまく絵を描いて絵を描くと、まあすごいわね、うまいわね、まるで写真みたいって言われる絵の描き方はもうすでに過去形になっちゃうわけですね。それはだからしょうがないですよ。とりあえず好きか嫌いかじゃなくて、その人間ってどうして進化するんだろうっていうのはね、よくわからないことなんだけど、でも進化しない時代もあったんですよ。例えば古代エジプトっていうのは3000年間同じことを繰り返しますからね。絵もそうです。3000年間同じシステムで延々と描き続けるわけですよ。だから文明っていうのは基本的に変化しないことなんだっていう枠組みは今日の文明にもあるわけです。だから日本の、例えば神道系統で特に日本会議なんかが日本のそういう古い秩序をお祭りごとですね、お祭りごとを変えようとすると、まあ、昔と違うこと違えようとするとすごく反対しますよね。基本的に同じことを繰り返す。それはだから古代文明以来のことなんです。だからそれはそれで生きてるんですね、そういう部分は。で結構何でもない普通の人たちでも何か変えることは嫌なんですね。だから AI 使って何とかっていうことを言うと、普通のファインアーティスト、特に絵画系のファインアーティストの人はみんな嫌だよね。だってみんな絵を描くことが好きなんだよね。絵を描くことが好きな人たちたくさんいてさ、その何でもいいんですけど、植物でも何でもいい、鉛筆でも何でもいいから描いてるってことに対してものすごく充足感があるんですよね。でこんな絵を描いたって現代アートとか現代美術とは言えないよなと思う。ただ植物を一生懸命描く時代はあったの、ね。まあ、例えば一番日本で言えば牧野富太郎さんっていう植物学者は国名に書いたんですよね、膨大な量を。で私なんかそれを小学生の時に牧野富太郎は偉いと言って、評価する時代を生きてたから、植物採集もたくさんしましたし、だからその牧野富太郎さんは、まあ、面白い人だしクリエイティブな人ですけど、そういう書く時代はもう一つ終わったんですよ。終わったらその植物を書くってことに新しい意味を見つければ別ですけどね。そうでなければ少なくともプロとしては、プロっていうのはあくまでも進化の過程を歩んでいくことだから、過去と違う形を取らなきゃいけない。でもう一方で伝統的な美術というのは常に前のものを3000年間同じものを書こうとしてるわけですよね。だから今だって別にルネサンスの写実だけの絵をイタリアに行けばたくさんの人が描いてるわけですよね。それはだから普通芸術家って言わないで職人だって言うんですよね。でジェフ・クーンズがそれを雇って自分の絵を描かせてるわけですよね。そういう職人のアーティストって今もたくさんいるわけですね。で職人アーティストやってちゃいけないってことはないわけだから、いや昔通りに描きたいんだっていう欲望があればそれは描くこと自体はいいんだけども、ただそれだけで人類史が埋まるわけじゃなくて、そうじゃないタイプ、つまり進化の道を、進化っていうのを課題に言ってみてもちょっと困るんだけど、どうしても進化って言葉を使うと昔の言葉だから、とにかく次の段階に行く。だから AI を使っちゃうと何が起きるかというと、絵を描くっていうことが芸術の問題じゃないっていう話になっちゃうけどね。手作りで絵を描くってことは芸術の問題じゃなくて、それはあなたの趣味でしょって話になっちゃう、ね。そうすると芸術って何なんですかっていうと、しかも AI で作ろうとすると、AI で作ると簡単ですからね。今でも、まあ、僕の周りでもそうたくさん作るわけで、そこで露呈してくることは何かって言ったら遊びになっちゃう。遊びになって、それでちらっと散らかって、で、まあ、飽きるわけですよね。だから人間って基本的には飽きる動物で、飽きることによって人間っていうのは何ていうかな、何か物事を変えていくわけですね。音楽でも何でもいいんですけど、一方で固定してるんだけど、一方で飽きてるわけですね。
だからそのまあ AI も飽きるんですよ。だから問題は AI を使って何かを作りたいと思うんだったらば、それを作ることが何か意味があるという、つまり構想力、それからできたものを判断する判断力が、少なくとも最低その2つは絶対的に問われるわけです。あなたはアーティストとしていかなる使命を持ってて、いかなる構想力を持ってるんですかって問われるわけ。そうするとそれは結構大変なんだ。はい、もろに言うとそんな難しいこと知らないっていう話になるわけ。だって書くのが好きなんだから、あとある自分の好きなイメージがあって、それを生産するのが好きなんだっていうわけでしょ。だってイメージも取られちゃうわけですよね。まあ選択はできるんですよ。選択、構想と選択ですから選択はできますけど、そのある特定のイメージに、執着するっていうことだけだとかなり難しい、ね、まず観客は飽きますからね、同じイメージを繰り返されてると。だから嫌をなしにこう、まあ、ピカソにしてもマチスにしてもやっぱり変化しているわけですよね。近代だからだってことはありますけど、近代だってことはありますけども、変化していくわけですよ。だからまあ日本だとフェイスブックでもそうですけど、たくさん の、 伝統芸術とか伝統芸とかそういう人たちがたくさんいて、それでいろいろフェイスブックでお友達になってますけども、まあ、京都のお祭りにしてもね、繰り返し同じお祭りで、まあこの AI でも、まあ、コロナでもかなりできなかったとかありますけど、まあ、基本的には繰り返していくわけですよね。でそれをだからいけないって言ってるわけじゃないんですが、まあ、私の知っている伝統芸能の伝統芸術をやってきている人でやっぱりすごく消耗してる人がいますね。やっぱり年取ってきて、それからまあ時代が変わっていくから、変わっていくことに対して喜びというか、次の目標を見つけられないというか、だから結局そういうこと問われるわけだね、問われる。だからまあ苦しいっていうことは苦しいですよね。昨日私はここ昨日お休みしちゃったんだけど、昨日の見に来てくれた紙芝居をやっているご夫婦が、それを見てくれたんだけども、まあかなり辛かったって言ってるわけですね。だから AI で紙芝居作る時代っていうのは来ると思いますけども、紙芝居やってるっていう人はやっぱりかなり、古いものっていう か通り過ぎてるわけですね。紙芝居で子供が喜ぶというのはその、まあ、簡単に言えばラジオとかテレビのない時代の話ですから、でそれにもかかわらず若い、結構若い人たちですけどやってらっしゃるわけでしょ。それをいけないって言ってもらいます。ただ矢をなしに AI でもって紙芝居作る時代っていうのはまあ来ることができますよね。もうすぐ来てしまう。だからといってどっちが生き残るかっていうのはまた別ですよね。子供が AI よりも手書きの方を喜ぶか、手書きが残っていくし、でいつだって手書きが残っていくっていうのは残っていく、でいつだって手書きが残りますよ。だからそれは手書きがなくなるってことはまずないんですね。つまり全部を人工にしていくことはできないですから、さっきの話で言うと。どこまで行ってみても、例えばどうしても人間はどれほど自動車が自動運転してくれても、新幹線が走っても、飛行機が飛んでも、歩かなきゃいけないんですよね。歩くっていうことを完全に車椅子で人間が移動するようになるって、車椅子で動いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるけど、身体的にはやっぱりかなりまずいことですね。やっぱり何しろ人類史700万年やって700万年歩き続けてきたっていうのは、だからそれは遺伝子の中にやっぱりそういう部分が入ってて、だから問題は700万年の遺伝子をこちら抱え込んでいってしまう、生身の人間って。だけどロボットがさ、どれほど発達しても700万年の時間を体現できるかっていうのは、まあ、ちょっと微妙には違う話だよ。日本違う。だ僕たちは必ずも合理的に生きてるわけではないので、たくさんの古い
記憶とか情報とかよくわかんないものを背負い込んで生きてるわけですよね。だからいくら AI が優れたロボットができてきても、やっぱり少なくともあれじゃないですかね、人間の中で年取った人と次の息子さんと顔つきが違う、違いますよね。で、年取ってる人の方はそれだけ時代が動いてきたものを 体験してるわけですよね。例えば僕が10年間入った田舎っていうと越後住まいですけど、越後住まいだと、とにかくもともとはあそこ蚕の産地なんですよね。それが中国革命が成立するわけですね。すると外国は中国が養蚕を始めてしまうと直撃食らうわけですよね。そうするとたくさんの農家に買い方があって延々養蚕してたのが壊滅しちゃう、ね、そうすると、簡単に言います、お蕎麦屋、僕がお世話になった田麦蕎麦とお蕎麦屋さんになるわけですね。そう、 あと森林をやってると、とにかく 職種を変えていくわけですよね。で、学歴的にはもうほとんど中卒ですからね。で、中卒だから田舎の人なのかと思うと、実は東京に冬になると東京の、出稼ぎをやってるわけだから、どこだっつって名前も忘れたり、つまりどこどこの地下鉄は掘ってたよとか、そういう調子で半分都会人なんですよね。だからそうやって経験してきた人の顔と若い息子さんの顔が全然違う。これがね、やっぱり余計なことですけど、一つ言うと、私のところに来た引きこもりの人が、お正月に、お正月に明けましておめでとうぐらいは言えるんだけど、ただ言えない人いるんですよ。明けましておめでとうはね、言えない人がいるんです。かなり社会的に、まあ、簡単に言えば、その大学教授ぐらいになってて言えない。それからあるいは美術館の館長になってるような人でも、結婚式に参列できない。そんなことは個人 のプライバシーだから俺は関わりたくないって言うんだけど、結婚式ってのは社会的なセレモニーであって、まあ、その男女の同性で一緒に住んでるっていう話とは違うわけですよね。社会的な構成員であり祝福するっていうことは当然あるわけだから、その人が言えない。だからさっき言ったその 人間が進化すると退化する面がある。それから食べ物の好き嫌いね、これも結構深刻な問題で、私の知ってる人だと例えばネギが食べられない。ネギって薬味ですよね。薬味のネギが食べられないっていうのは、でしかも、まあ、簡単に言うとかなり社会的地位の高い人で、そうするとさ、つまりそれは何かって言ったら味覚において大人にならないってことでしょ。で、子供のまんまなんだよね。で、その子供のまんまってのは味覚だけなのかって言うとそんなことないんだよね。全部で子供のまんまだって。だからそういうことが進んでくる中で、対価あるんですよ。今ものすごく対価してきてるんです。だから現実の、今の時代の変化の中で、そういう面があまり表にジャーナリズムの中では出てきませんけども、ジャーナリズム自体が対価形態を取ってるからね。その対価の話でいうと、その戦争の話をもう一つのテーマ、ウクライナ戦争の。そう、ウクライナ戦争っていうのはだからウクライナ戦争についてその、まあ、プーチンが偽物かどうかっていう問題も結構話題になりましたけど、私が見ているプーチンの顔つきでいうと悪夢の人格的には10回って、想像か象徴か現実か3とかって10回ある人格をしているので、影武者を立てるっていうのは私の知識ではまあ難しい、で本物であるというふうに思います。それからむしろ西側の人たちがかなり人格的にはやばくなってきているというの。だから例えばドイツのメルケル、メルケル
メルケルがメルケルとシュレーダー、うん、あのメルケルがほらロシアからたくさんのガスのパイプラインを引いちゃってるでしょ。あれはトランプが批判してたんですよね。そんなことしたら ロシアとの関係が、ね、依存せざるを得なくなるからって言ってて、それをこう無視してで名首相として君臨したわけだけど、今の時代になると優れてたというかどうかっていうのは難しいわけだよね。だってこれから冬になりますからね。冬になってどこまで、だって実際に死人が出る可能性ありますからね。だからまあどうなるのか知りませんけども、とにかくだから言おうとしてるのは、お話を聞いてたら思ったことは、つまり進化があれば退化があるっていう現実が進んできてて、退化形態がかなり進んでるんですね。今非常に、優れた大学出て優れたその社会的なポジショニングにして職歴がすごいっていう、そういう紙を見せられるじゃないですか。で それがそのままなんとか進化できるものなのかっていった時に かなり危ないです。だ一番代表的なのはあの今の副大統領の誰だっけ、カマラ・ハリス、カマラ・ハリスですけど、カマラ・ハリスが全然政治的能力ないわけですよね。だから最初の仕事であるそのメキシコとの国境、たくさん難民が寄せてくるメキシコの国境に行けって言われても行かないし、行って彼と会ってきちっと話ができないんですよ。笑うだけだからね、話して、うん、だからその根本的な 弱さなんです。だからその退化していくことの大きな問題は弱さ、弱さがあって、現実と向き合ってその現実を処理していく当たり前の勇気を欠いてしまっている。だからそういう意味で言うと日本のここカレーだっけ、うん、ここカレー誰だっけ社長が、あの人はほら、まあ、あのみなしごってか、とにかくお父さんお母さんに分かんないって言われなくて養子でもらわれて、その養子でもらわれたうちが、非常に貧困家庭で、それでご飯も食べられなくなって、それこそ雑草から何からとか最悪のサバイバル戦争をやって、で生き残っていって、それで彼はまあ奥さんと喫茶店を開いて、その喫茶店で奥さんが作ったカレーライスが受けるものだから、でカレー屋さんになっていくんだけど、だけどそういう何かかな、だから彼は独特のね、一番独特なのは友達はいらないっていうそんなそうだろうね、だものすごい飢えてる状態をくぐり抜けてきてるから、子供の段階でね、その誰も相手にしないからね、だから友達はいらないって言って、それで彼は、まあ、処理能力が高いんですね。トラブルが起きるとすぐに現場に行って、その現場で解決策を見つけろって言うんだけど、そういう、こう経営方針で、まあ、大きくなっていくわけで、だからそういう力っていうかね、その現場から逃げないっていう力が AI のロボットが果たしてどうなんだろうってよく分かんないんですけど、実際にそこまでのロボットが今できてるわけじゃないんですね。だけど、ともあれ、こう、やっぱり困った人たちっていうか、その貧困の層からは、その退化しない人たちが出てくる。だから日本の場合には可能性がずっとあるんだね。その地方ってね、何かが残るんですね。敗戦の日本のお米って減ったもんだから、美味しい日本酒は作れなくなって、大大きな酒造メーカーっていうのはみんなひどい日本酒作ったよね。だから皆さん飲んでないかもしれないけど、もう 甘くて砂糖水みたいなまずい日本酒飲まされて、だからとても日本酒は飲めないって言って、そうするとサントリーのレッドとか
そういうものを飲んでいって、最終的に、オールドになって、オールドがうまいねって言ってた世代なんですよね。で、オールドがうまいねって言っていながら、それが70年代かな、80年代くらい。外国産のお酒が安く入るようになって、そうすると途端に偽物を飲まされてたっていうことが分かって、すごい騙されたっていう感じになったわけね。それでそうこうするうちに、地方の日本酒が生き残ってたのが、まあ、純米酒でまず登場するわけですね。それと純米酒が美味しいので驚いて、その純米酒を飲むのが好きになるんだけど、私なんかはね。でさらにこう吟醸が出てきて、吟醸っていうのは伝統的な日本酒ではないので、もう一つ上の段階の日本酒ですけどね。そうすると私なんかはまあなんていうか、そんな贅沢したくないっていうかね。それ、その伝統で地方ってことで言うと、ロシアの話を、ロシアっていうのはだからヨーロッパの中心ではなくて、その文明でもないみたいな話を彦坂さんがしてたじゃない。それをちょっと聞きたいですよ、ね。まあ、ロシアの、そのロシア史に詳しいわけじゃないけど、ロシアの絵描きさんっていうかアーティストで見ると、あるいは日本の大正期に3人ぐらい、あのロシアから前衛美術館が来るので、その人たちの影響を、例えば僕の先生の斉藤義人さんなんかはすごく大きく影響を受けてるんですね。だから日本の現代美術の中には実はロシア的なものが流れてる。それで、ロシアの特徴っていうか、判断がロシアなのかソビエトなのか、まあ日露戦争の後かどうかっていうのよく年号的に覚えてませんが、つまり マレビッチだとか、ああいう人たちの絵っていうのは、あれ、まあ普通今昔はですね、抽象美術を一番最初に作ったのは、カンディンスキーだって言われたんだけど、それが彼が生きてる段階でカンディンスキーじゃなくて、マレビッチだっていう情報が流れてきて、カンディンスキーは自分の作品の年号を偽って描いた。だから つまりあくまでも自分が最初の作家だっていうことの名誉をどうしても取りたかったわけね。でそれは研究者によってもう摘発受けてて、まあただネットではそこまで書かないね。ネットっていうのも通俗の世界によってそこまで書きませんけど、それで問題はマレビッチが、書いてるのは非常にピュアな代表的な抽象美術に見えるんだけど、それがさっき言ったように原始絶対零度の原始美術でありまして、でそれが原始美術が重要なことは、原始美術がその継続できないって、あるところで急に彼はだから武将画に転向して、でしかもその武将画っていうのは非常に権威主義的な、あの父親っていうか、まあ、男の像ですねを描いてしまうわけですよ。それでまあ死ぬわけですね。でだからソビエトの中に、まあ、ソビエトだと非常に複雑なものがあって、それは日本に似てるんですよ。日本の中にも原始的なものが大きく残ってるんですよ。とにかく今は世界的にそうですけど、原始的なものが非常にこう上昇してくる時代なので、でそれと今のロシアのね、ウクライナ侵攻と重なってきた時に、それが継続できるのかどうかっていうのは分かんないって、どっちかというと今までの、そのロシアが侵攻する前までの、これはこの話は彦坂的な彦坂節ですからあれですけど、つまり全人類 その動いてくる 空間のベクトルをね、私は問題にして、それでつまり昔、これは誰も問題ないんだけど、昔の古代文明っていうのはアイオンっていう上に向かっていく時代なんですね。でそのアイオンという空間がこう横倒しに倒れるんです。でこの横倒しに倒れるっていうのは、つまり倒れないと西洋遠近画法が成立しないんです。あれはそうなんです。だから倒れたんです。だから西洋遠近画法は原理的には絶対に、なんていうか、
俯瞰法、上から見たり横から見たりする俯瞰法っていうのを絶対禁止してるんです。で、つまりじゃないと水平をきちっと水平で見るっていうことができないからね。で、そういう空間があって、そこをつまり高速道路を走るように車が走っていくっていうのが近代なんです。で、問題は近代モダンアートっていうのは何であるかっていう、美術家で言うとモダンアートは何であるかっていうことが問題で、その時に多くの人っていうか、今花村君が来てくれるから花村君に聞きたいけど、モダンアートって一言で言うと何だっていうことですか。まあ、そういう進歩主義的な一つの進歩主義的なそのある一定のそのまあ階層をこの登っていくっていうか、いや真っ直ぐなんですよ、うん、でそれを今の普通にね、あなたに聞くとかわいそうだけど、その実際的に普通の若い人たちはモダンアートがすごくいいものなんだよね。モダンアート批判も考えてないよね。だって日本って近代が終わったって1975年に終わってるんだけどね、近代芸術を批判してさ、近代芸術とは何であったかっていう検証をしなきゃいけなかった。でも一言もやってないよね。そうでもない あんまり若い人がもっとその若手の評論家たちがそういうことしてるかどうか、で私が見るとしてないで、水平運動してたのが1975年に突然として高速道路が瓦解して、で自動車はだから転落してそこでこう止まるの1975年。でそれはほらまた彦坂流の、まあ、嘘の話をしてるっていうふうに受け取られるのかもしれないけど、その時代にきちっと音楽を聴いてればそういう変化は音楽として現れた。つまりそれまではそれこそリップアップのハイウェイスターみたいに高速道路を走っていく音楽があったにもかかわらず、それが突然として座礁して、で、まあ、一番代表的なのはブライアン・イーノの音楽で、そうするとただゆっくりと上下してるだけで動かなくなる。だからブライアン・イーノの評価は高いんだけど、今も何かやってますよね、どっかでね。だけどあんまりそういう位置づけもはっきりさせないんだよね。それで、まあそれこそその時のセックスピストル、パンクロックのセックスピストルでも同じ場所でピョン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 跳ねてるわけであって、で当時のフィルムを見るとよくわかりますけど、同じ場所でピョンピョン跳ねてるわけであって、その進むってことはなく、だって今のことっていうのは似たようなものなんですよ。そういう状態になって、それでそれがだから僕が非文明って名付けてました。その非文明が50年続いて、で現在がそれが崩れてきた。そうすると下に向かって垂直に落ちる、逆アイオンの世界が今出現してきてるというのが彦坂理論です。で本当なのかなっていうことはありますけども、ただ音楽で言えばいくつもそれが出てくるので、まあ、一番早いところの一つが、まあ、何が早いかって難しいんですけど、ロックで言っていくと、ニルヴァーナの曲とか、それからもっと一番分かりやすいのはホワイトストライプス、分かんないかね、みんな聞いて、そういうロックは完全に下に格好していく音になっているんですね。で、まあそういう時代になって、だからこれから先そのまあ90度違いますからね、逆アイオンになって、そうすると今まで、まあ、哲学者も若い哲学者もそうですけど、その何も動かないのがいいんだって言ってた人たちっているんですよ、ね、うん、その人たちは少なくとも、まあ水平運動しないから動かないって言えば動かないから、垂直に落ちてきますか だからそういう動きの中で、それと、だからそういうふうに垂直に落ちていくっていうことと、実はそのウクライナ戦争と、それでしかも AI の出現っていうのはダブってるっていうんですか、
だから AI だって別にもっと開発してるのはもっと前からあるわけですけども、実際的に誰でも使えるっていうか非常に簡単に使えるようになったのは今年ですよね。もう一つ前からですか。まあ、今年になってからじゃないですかね。せいぜい去年当時もっとも急に来ましたよね。急に来ましたね。ですから、まあ、私の方から見るとちょっと大きな価値観の変更が来てるというふうに思うわけですね。まあ、ただ現実に日本の時空間の中で生きてる人たちにとってそういうふうにはなくて、まあ、簡単に言えばまあ見通しがなくなるっていうかっていう、ね、これから先どうしたらいいのかよく分かんないっていう状態だとは思いますけども、だから私の方は、まあ年取ってるせいもありますけど、あんまりグズグズしててるのは自分の老化が進んで死ぬだけですから、だから元気よくやらないと間に合わないから、だからまあ私のやってきたことで言いますと、一つはだからそういう歴史人類史ですね、人類史の変化みたいなものを問題にして、まあだからそれは普通に遠近化法がね、どうして成立したのかっていうのを考えていくと、つまり垂直軸が水平軸に倒れたっていうことは対象化せざるを得ない。これは別にそんなにとんでもない理論じゃなくて、で問題はこう垂直に行ったものがどうなるか、水平に行ったものがどうなるかって言った時に、だから みんなその、まあ、時間論が一番大きいんです。時間っていうのは何なのかという問いがあって、で時間論っていうのは それなりにこう難しい論理で、例えば私が真面目に読んだ哲学でいう とフッサールの哲学書の代表作はずっと読んできましたから、その中で、内的時間の現象学という論文があって、これは読んでると間違いだと内的時間意識の現象、あ、そうですね、内的時間意識の現象、それはだから、まあ、間違いだというふうに思って、まあ、あれはハイデッカーが一応編集をしろって言われて、ハイデッカーが録音しないでここに投げてしまったものなんだけども、つまり一つには日本の、日本の中で内的な時間というか内向的な人間っていうのは何であるのかという問いがあって、で私自身も内向的な人間だったから、それは夢中になって読むわけですよね。そうすると内部の人間っていう、でそれは明らかになるのは内部の人間は犯罪者だっていう、つまり犯罪はなぜ犯罪を起こすかっていう問題なんでしょ。犯罪とは何か、犯罪というのはだから 内部性 で内部の中に何があるかっていうと、原始的な文明になる前のものがあるわけですね、人間の内部というのは私の どんなものですか、ね、先生精神分析やっと振ってくれましたねいや精神分析なので、まあ、自由連想法って言って、クライアントがずっと語り続けるのを聞きながら、その言葉の出元は何だろうっていうことが私の分析の要点で、で彦坂先生のその論理展開っていうのはもうどういう構造になってるかも大体分かってるんですけれども、大体その筋書き通りに進んでいたので非常に興味深い。で何かっていうとね、彦坂先生の一番の問題っていうか長所は非常に鋭い感性を持ってるんですよ。つまりラカンでいうと創造界の水準、創造的なレベル、つまり私たちが生後6ヶ月から18ヶ月ぐらいの間に鏡のに映った自分の像に興味を持つ段階行くんですね。シュタッド・デュ・ミホラーっていう鏡の段階、その鏡の段階に何か特殊な体験をしてるんだろうなっていうことがまず想像される。
それによって、言語的な情報よりも視覚的な情報あるいはこう知覚的な情報に対して非常に鋭い繊細な要するに分析能力を持っていらっしゃるんだろうなっていうふうに、今考えてまして、でそれをですね言語に置き換えていくんですよ。だから内的な、まあ、その時間意識にしてもそうだし芸術論にしても文化論にしてもまずは極めてイマジネアなもの、つまり創造的なものなんですね。これを極めて巧みに言語に置き換えていく。だからこそご自分で言語判定法っておっしゃってる、つまり自分の感性が捉えたものを言語化していく過程、ここに彦坂流のその特異性があるっていうか、これが我々なかなかできないわけですよ。でしかもですね、あの断定系で話すわけですね。そうじゃないかとかそうだろうなは言わないんです。そうなんですっていうことでこうプンクチオンっていうかな、点を打ちながらやっていくと定点がこうできるわけですよね。そうするとこう下がってみると論理構成をし始める。つまり創造的な領域っていうのは論理とは別の領域なんだけれども、その創造的な、体験がだんだん言語によって判定していくとそれが象徴化されていくんですよね。象徴的でないものが、その象徴化の過程において使われるのが、まあ、ジャクラカンの用語であったりとか物理学用語ですね、プラズマ化とか次元の問題とか、それをですねもう極めて説得力がすごい強い力で迫ってくるので、やっぱり納得してしまう。つまり、彦坂先生の理論に共鳴する人は豊かな創造的な領域を持ってる人なんだろうなって思うわけです。だから頭でっかちな人は全然説得なんてできてないんですよ。頭でっかちな人はね批判しちゃうんですよ。まあ明和電機さんとかはあの頭がいいけれど結局創造的な領域の感性っていうかな、それがこう十分備わってないのでごくごく当たり前のレベルで批判してしまう。だからあの時は彦坂先生の私動画見たけどだんだんヒートアップしてきて彦坂先生の創造界がもう反応してるわけですね。そうするとちょっとあの冷静じゃなくなるので言語とマッチングしなくなって、もうあなたなんか嫌い的なあの感じになっちゃうんだけれども、やっぱりもどかしさを感じてるのはその内なる創造的な豊かさっていうか、あるいは知覚を通じた感性っていうかな、知覚情報って最初は前頭葉の前頭前皮質ってところに集まるんですけども、そこの知覚情報の処理の仕方っていうか前頭葉っていうかな、その部分の特殊性、これが後頭葉の視覚野と連動して非常にこう視覚野と、あと側頭葉の言語野と微妙に連動して独自な彦坂理論が構成されているということなんですね。だから非常にこう興味深いというのはまず一つ。あと人間は結局は欲望のもとで動いてるわけですよね。で今日のウクライナのテーマにしてみれば、その昔アインシュタインとフロイトが書簡を交わしてるんですね、ワードム・クリークっていう、なんで戦争っていうタイトルですけど、やっぱりあのフロイトが生きた、まあ、晩年はもう戦争中なわけで、ナチスドイツが侵攻してきて、まあ、イギリスに亡命するわけですけれども、結局悲しいから人間を動かしているのは欲動なんだと。でその欲動はどうも一つじゃない。で大体人間って一元論に持っていきやすいんですよ。一つの理由に持っていきたいけど、フロイトはどう考えても二つある。一つは先ほどスライドでお見せした死の欲動で、もう一つは性の欲動、そしてこの死の欲動と性の欲動のせめぎ合いの中で我々はクリエイティビティを作ったりとか物を破壊したりとか物を作ったりとかしてるわけですよね。でこの両方って表裏なんですよね。紙の表裏みたいなもので、だからプーチンがやってることっていうのはまずは破壊衝動を行使しておいてその後復興させようっていう気持ちがあるわけですよね。あとウクライナ自体をそのロシアの一部だというふうに見なしてロシアとして復興させる、つまり、なんか事故でちぎれた指をもう一回こう接続して再生させようみたいな、そんな発想だから彼の中に流れてるのはやっぱりエロスとタナトスっていうかな、タナトスが先行する形でのエロスみたいなものがこう動いてるんでしょうね。でそれはやっぱり彦
構されたように創造的な領域で、つまり前頭葉でまずキャッチして、そしてそれを脳の中の後頭葉とか側頭葉に送り込んで言語判定法、つまり言語に置き換えて話をしていく。だからその辺の回路の結びつきを、政治に聞いていないと、このおじさん何やってんだろうっていうかね、そんな話になるけれども、よく耳を澄まして聞いてると非常に整合性がある。だから以前個人的にね、この人の顔の言語判定法どうですかってお願いしたことがあるぐらいで、あの精神分析医がお願いするっていう形なんですけども、なのでそのにすると怖い彦坂先生のその何だろうな、世界は理解非常にしにくいんだけれども、一旦理解してみると非常に腑に落ちる部分がたくさんあると、垂直に運動するとか、それを横に倒れるとかいうのは、私の、確かゴールデン街で行ったゼミでもね、ちょっとあの紙芝居みたいな紙で説明していただきましたけれども、だから彦坂ワールドを知るっていうことで、今糸崎さんが非常にこう優秀なサポートで動画をアップされているので、皆さんぜひもうご覧になっていると思いますけど、あの彦坂先生の、まあ、動画を見ながら、自分が精神分析家になったつもりで、この人の裏には何が隠れてるんだろう、何を元に話してるんだろう、何がこの人を動かしてるんだろうっていうことを見抜けると非常に面白いかなって思います。最近でもまあ、若い友達がこの間で言うと奈良から引っ越してきてるんですけど、その人なんかでも私 の、 ブログ自体から見てくるんですね。あ、昨日一昨日から来てくれた、アメリカに住んでらっしゃる方もブログ自体から読んでたって言って、初めて会えたって言ってで、まあ、ブログ書いたり今でもそうだけど、余計なことやってて、そんなこと何にもないだろうっていうふうには、まあ、思わないわけではないんだけど、ただ抑制できないで延々とこうやってきてるわけですね。そうするとそれが、まあ、実際の人間関係を作っていくわけですよ。で、確かにその多数者っていうのはさ、まあ、ほとんどデザイン的な世界に生きてるわけ。社会って結局ってデザイン性で成立してる部分があるから。だけどほら、デザインだけでできてる、デザインって言葉でね言ってるものが何なのかっていうのも皆さん分かりにくいと思うけど、デザイン性だけで成立してるわけではないので、私なんかの追いかけてるものはデザイン性では、デザイン性の裏にあるんですね。だから、まあ、アメリカの問題で言えばトランプが登場してきたときに、誰もトランプがその大統領になること、選挙に勝てると思わないで、圧倒的にそのヒラリーが勝つだろうと思ったし、それからヒラリーが勝つように、様々な仕組みを作って、まあ、エコひいきしたわけですけども、それが、まあ、少なくとも選挙結果的には負けるわけですね。で、それで登場してきたトランプがその時に4年間ちゃんとやれて、であれはだから何が次の選挙の時に作動したかっていうと、これは別に普通にオープンになってる情報ですよ。いわゆる何、とにかく全米の労働組合がその結果を崩そうとして、一種の偽選挙にしていくシステムを作動させた。でそれはだからちゃんと雑誌の名前を忘れちゃいましたけど、雑誌に掲載されるんですけど、そういう陰謀が作動したっていうことで、でまあそれでもその合法をいちいち非合法化しなかった理由っていうのは、だから裁判所まで全部関わってる。それまあ FBI ですよ。今 FBI がまた問題になってますけど、FBI がまあ一種の陰謀機関になっちゃって、オバマが作った陰謀機関になってしまって、で
でそういうことを言ってもらったらすぐにそういう話を全然知らない人が聞くとまた彦坂さんいいことに言ってるって話になって、まあ日本の社会っていうのも全然その今動いているアメリカのことにしてもそれからその美術界でもそうなんですけどね、あのまあ一昨日かななんか来てくれた人の話だと、もう極端な言い方だけども美術が 全米ではないけどその白人のアーティストの作品は美術館が変わらなくなってるとかね、あの黒人アーティストに対してすごくエコひいきが強いっていうような話をしてくれて、それだからアメリカ在住のアーティストがそれを言ってたんですね。まあ実際あの今美術中に持ってるなんとかってあの植物園みたいな作品作ってる人いるじゃないですか、見てないけど、あのあれは黒人ですけども、あのまあ顔つき見てもやばいっていうもうそれ想像感しかなくて抑制力のない顔ですごく自分がうまくいってるっていうことでその似合ってやしてやったりした顔をして笑うんだけど、あのまあまあと思いますよね。とにかくあのフェアじゃない世界になってきてるのは確かにね、フェアじゃなくて一種のだから一番フェアさを要求する連中が人種差別はいけないんだってフェアなものを要求する人間たちが一番フェアじゃない主張をしていくわけですよね。だからまああのサンフランシスコ、何て言ったっけ、州の名前で、えテキサス州、うん、あのカリフォルニア州ののように民主党が強いところは、まあ、一番代表的なことはつまり警察の、あの警察のお金を次々に減らしていってそれでこう治安を悪くしていくわけですよね。そういうのも皆さんその治安を悪くしていくってことよくわからないんだろうけど、私で言えば全共闘世代ですから、全共闘運動に関わってくる人たちって今かなりやばい人たちで、一緒に歩いててもおわりさんが来るとピカッとこうするわけ、するとピカッとするからおまりが不審になって寄ってきて不審人物もあるそれの繰り返しだからね、つまりおまりさん嫌いなんですよそういう人たちは、非常に原始的な衝動を持ってるんですよね。で警察官も嫌います。僕なんかだとあのあくまでも治安を維持していただいてて、お仕事ご苦労様ですっていう態度が基本的にあるから、あんまりああいう全共闘運動のさなかにいて、警察官とぶつかるっていうか、肉弾戦になっても、あんまりそういう、警察に対する肯定感っていうのがあるんですけども。まあ、そうじゃない人たちがいるわけですよね。そうじゃない人たち。だからまあ後から考えると本当に全局、まあ大体あれに私が入るっていうので、ね、私は別に入りたいと思って入ったんじゃなくて、たまにバリケード気づいた方から電話が入って、なぜ僕にかかってくるかっていう問題なのね。なぜ掘りに行かないで僕に行くのか。それでとにかく右翼が台頭してどうしようもないから助けてくれって言うからね、助けを求められたから対応したわけであってだから私はスーツ着てネクタイして入ったんだからね。まあそう人種的に少し違うんだよね、ああいうバリケードをやる人たちとかね、なんかまあ非常にうーん人に理解されにくいことをしちゃってるなというふうには思いますけども、ですからまああのもうそろ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 落としていただいて、あのいや本当にあの、先生は かなり数少ない私
理解者になりまして、もう多くの人が理解しないんで。表面だけ見るとね、変なおっさんですもんね。中身がどれだけね、見えるかじゃないかな。いや、歴史に名前が残る、非常に唯一無二のアーティスト、と私は思ってます。いや、ありがとうございます。まあね、本当にそういう数少ない、理解者でありまして、それで、やっぱりその場合でも一緒、精神科医やってらっしゃるとかね、そういうことは大きいですね。私にとってやっぱり精神分析は非常に大きかったわけで、特にラカンを読むことはものすごく大きい。今もまあ読書会続いてますけど、10年間超えて続いてますけど、ラカンは非常に有効なんですよね。ただめちゃくちゃに難解ですからね。読書会だってそのよく、まあ、糸崎さんついてきてくれるんだけど、とにかく例外者以外は無理ですよね。これ日本語訳がね、ちょっと問題が多すぎるのでね、私の訳以外はあの一番最初の先生のやつありますよね、初代。私の著書ですけど、翻訳ですか、いやいや、テレビジョンですか。いや、そうじゃなくて精神病の構造ですかね。いやいや、そうじゃなくて、エクリを訳した、あ、エクリを訳した人たちね、はい、あれはちょっとめちゃくちゃですね、残念ながら、うん、もうみんなすごいっていう。いや、もうちょっと見てると語訳がすごく含め、原書で読む必要がある、ね、うん、そういう感じ。やっぱり残念。ただ原書で読んでても、あの福田さんなんかは原書で読んでる読書会も福田さんの読書会で、そしてやっぱり悩んでて、はい、2行訳するのに1日かかったとかね。うん、そう、はい、まあ、それは私はテレビジョンという本と、うん、アンコールという後期のラカンを鮮明に翻訳しましたけど、さまざまな仕組みがこう仕込んであるので、だからそれをこう分かりやすい日本語にこう書き出すみたいな、自分の頭の体操になりましたね。でも非常に自分で読むもなんだけど、非常によくできている翻訳だと思います。だからアンコールで買っていただくというか、で解説も何も載ってないんですよ。普通は訳者とかね、解説とか載るじゃないですか。わざと一切載せてないんです。それが精神分析的な態度なんですね。だからなんか書評とかで解説つけてくればいいのにとかいろいろ出るんだけど、すごくストイック、翻訳だけをそこに載せるっていう。だから翻訳に関する何かこう話題を書けって言ったら、あれの10倍ぐらいの差の方が書けると思います。それをあえて公表しないっていうのが、その翻訳文の中に読み込んでいただくということなんですね。例えば、サっていう言葉なんですけど、あのフランス語でね、CA って書いて下にセディーっていうマークがついて、サっていうのはフランス語でフロイトの理論の中の S、 つまり、無意識の部分を表す言葉なんですよ。だからラカンが使ったサっていう言葉は全部ルビを振ってサっていうふうに訳し出しています。だからその辺のちょっと工夫を発見していただくと、おそらくアンコール読んでもらうと、かなり精神分析の究極的な考え方が、男とは何かとか女とは何かとか性別とは何かとか、そういうことが分かっていただけるかなと思います。しかも極めてロジックで、極めて論理的です。あ、それなんかいつか彦坂直義を分析するみたいな本を書いたら売れますかね、とかいや、結構それはもうぜひと思いますけど、あの、まあ、ともあれ、どちらにしろに、あのフロイトの、まあ、精神分析のこう基本ってフロイトですけど、フロイトの、夢判断っていうのは、最初の本が出るのは1900年ですよね、はい、あの全く20世紀の初めに出るわけです。で、フロイトに対する評価にしても、そのラカンに対する評価にしても、1900年って先生19世紀なんですよ。あ、そうですね、はい、うん、1901年から20世紀、そうです。だけど、まあ、19世紀最後出てきて、はい、それで、まあ、20世紀、別にフロイトもラカンも非常に、なんていうか、評価は難しい人たちで、評価する人もいるし、否定する人もいるし、それから現実の今、
私の、ね、友達は、一応精神科医なんですけども。何ですか？ね、あのどなただろう、うん、あのその人は、まあ、今60人ぐらい、はい、あのやってんだけど、ただそれ精神分析なんそんなもんできないって言われて、とても忙しくて。あと教育する、精神分析する、統治するは3つの不可能だから、あ、自身が言ってますね。で、まあ、あの、まあ、女性ですけどね、あの、まあ、昔の知人の娘さんなんですけどね、うん、私知ってますね、きっとね、うん、まあだからそのまあだから現実にはそういう規模、まあその規模でも60人の患者を抱えてるって規模でものを考えてる、あるいはそのさらに学問としてやってるっていうレベルと、私みたいにアーティストで、非常に限られた人数の人たちを見て考えてるっていうのも全然違うので、それは分かってることですけども、あのだけどやろうとしてきてることは、まあ、美術っていうのは特にそうですけど、その表面で見てるだけの問題ではないので、ないんです。現実はかなり難しいことです。あの、まあ、例えば分かりやすく言うと、モネにしても普通モネの絵ってそんなに難しくないと思うかもしれませんけど、モネ自体は非常に難しい人です。で、まあ、あの人自殺未遂してますし、それから大量かなりの人数の扶養家族を抱えてるし、というのも作品の展開そのものもそうですけど、一番前半はあのなんていうカルカチカっていうか風刺画でしたが、風刺画から始まって、それで、印象派のまあその風景画になって、でその後マネの影響を受けて、まあ、一瞬バラックペインティングになって、で最後は土壇場でとにかくいわゆる睡蓮になるんですね。で睡蓮まで行かないとあの人は何やってて、まあ不毛で終わる危険性が高かったですよね。で睡蓮になって、まあ、みんなが印象が「モネも素晴らしいよね」って言うわけですよ。だけどモネの悪い絵っていうのは随分あるんですよね。だからヨーロッパ歩いててひどい印象だなと思って、何言うと思うのって書いてあるの、うん、だからものすごい数書いてるとかね、とにかく筆が速いわけですよね。筆が速いっていうか、とにかく稼ごうとするからね、この人本当売り上げの塊で稼いでいこうとするわけですよね。でそれは大量の扶養家族を抱えててお金に生まれていくから、だから彼にしてもだから難しいし、それからさらに、キリコは、私はキリコの大回顧展をミラノまでわざわざ行ってみましたけど、キリコはもう大変大変、すごいいいアーティストですけど、ものすごく大変、まあ、だからみんなそれぞれね大変なんですよ。で、あのまあね、だからそういう作家たち、ロバート・モリスもニューヨークまで行ってみましたけど、ロバート・モリスも大変な作家で、すごいと思いますけど、アメリカの中でね、すごいと思いますけど、見に行っても、まあ、ニューヨークに住んでる人も、まあ、わけわかんないって言ってますけどね。だけど結局、モリスの評価って残ってくるわけですね。だから、まあ、日本の現代美術っていうのは、だから決して、軽んじられるものではなくて、その優れた作家っていたと思いますし、いると思いますけども、しかしなかなか難しいですよね、まあ、だからそういう中で作家活動を続けていくこと自体が、まあ、なんていうのかな、まあ、愚かなことがあることは確かですけどね。愚かですか、うん、日本の中でやっぱり美術家を続けていくってこと自体はかなり大きなことで、経済的に支えられてないじゃないですか、うん、結局はヨーロッパだとアーティストを支えるような基金があったりとか、
あるいは本当に優れたアーティストだったらその国立の美術館を作ったりとかしますよね、うん、おそらく彦坂先生はフランス人でフランスに生まれたら彦坂直義美術館インニースとかねなるかもしれないけど、やっぱり日本は芸術とかアートに対する国家レベルのサポートがあまりにも貧弱なので、美術家イコール貧乏みたいなそんな状況になってるじゃないですか。だからその辺がね、やっぱりこのまた最初の話に戻るかもしれないけど、自民党がずっと牛耳ってきた55年体制っていうかな、この中でその内幕が暴露されて国民を犠牲にして自民党がこう権力の座にずっとついてた。だから国民は騙されてますよね。平均所得なんてヨーロッパの水準に比べたら2分の1ぐらいですよ。で物価だけはどんどん上がってるわけで、だから国民騙されてることにそろそろ気がつかないと、あのとんでもないことになるかなって思いますね。本当に嘘つき集団みたいな政党が今政権握ってるから、こういうのが本当にこうフランスに住んでて楽なのはやっぱり、あの嘘つき集団も たまにはいるだろうけど、やっぱりこう安心感があるっていうか、日本はもうなんか騙されたその虚偽の中で生かされてる感じしますよ。あのワクチンだってもう使い物にならないワクチン4回目打てよって言ってるわけだからね、本当にあのプロパガンダはロシアの箱じゃなくて日本 そのマスコミを通じた、まあ、コロナワクチンにしてもそうだし、プロパガンダってもう皆さん本当に洗脳されてるし、みんなもう孫に移しちゃダメだとか言っておじいちゃんとかおばあちゃんがね、聞きもしないワクチンを打ちに行くわけですよ。で高熱出して、で結局はあのコロナかかっちゃう。だからこの国はもうどうかしてるっていうね。だからウクライナを見ながら日本の国はどうかしてるっていうことをやっぱりこうなんかその向こう側にね、どうしてもこう透けて見えるっていうかな。だから世界、このプラネットっていう言い方するけど、このプラネット自体がもう異常っていうか、なんか羽目を外してるっていうか、異常なサイクルの中に突入しようとしてる感じがありますよね。今日は核爆弾とか使おうもんなら大変なことになりますよね。うん、なりますね、うん、使いかねないですよね、うん、私なんか2度あることを3度あるって日本も2回落とされてるのになんか間抜けな対応しかできない。あと、あの余計なこと言うけど、国連ってあれ民主主義のシステムでも何でもなくて、その拒否権を持った国があるようにいるような仕組みを早く解体して、あの新しいあの真の民主的な国際的な組織作らない限り、人類はこの滅亡に、ね、向かう可能性が多いんですね。特に中国とロシアは本当に権威主義で、ね、何するか分かんない状態なので、まあ、まあ少なくともその、まあ、今その民主主義とおっしゃったから、そのあのロシアが戦争を始めた時に何かそのこんなことはありえないんだって言って、それは民主主義の世界で戦争は起きないっていうようなことをみんなが信じてて、でそれは基本的に嘘ですよね。だってついこの間まで日本は別に戦争をやってたわけで、それで その後でいうとかなりひどい戦争だったんですけど、朝鮮戦争があったわけで、それは少なくとも直接参戦はしてませんけど、日本は朝鮮戦争を食い物にして経済成長を成し遂げるわけであって、それから次にベトナム戦争があって、ベトナム戦争も日本は参戦してないんじゃないかって言うけど、日本から 1000人は兵士入ってますからね。日本の 大日本帝国の陸軍から1000人、あのつまり敗戦の時に本隊から離脱して1000人がベトナムに参戦してるわけで、それはだからみんな聞きたくないんだけど、つまり日本の戦争というのはあくまでも欧米がアジアを侵略してくる、それに対する抵抗だっていうのは大義があったわけで、その大義が本当か嘘かっていう議論はいいですけども、大義はあったわけで、それで日本の軍隊っていうのはその大義を信じた。だから敗戦になっても、ね、日本国から離脱してさ、そのベトナムなり中国なりもっと入ってるとあんまり他のことも知らないんだけど、たくさん軍隊が その後の戦争を継続したんですよね、うん、
だからそういうことで言えば戦争なかったという言い方は私にはよくわかんない。私にとってはベトナム戦争は随分大きな戦争だったんだよね。だからだってベトナム戦争を背景にして、70年安保闘争っていうのを展開したわけであって、それはだからよくも悪くも、まあ、参戦してるわけですよね、まあ、精神分析的に言えば人の言葉を覚えてた言葉っていうものが死の欲望を具象化してるんですね、うん、なので人間からサディズム、つまり死の欲望を基本にしたサディズムが消えない限り人類は滅亡の方向に向かっている。つまり言葉を覚えた瞬間から人類の運命は決まっている。つまりサディズムが行使される方向、つまり人類の滅亡する方向に向かっているっていうのが対極的な精神分析的な文明論の一つ。あ、そうなんですか、うん、ああ、ね、どうなんだろうってことは私はそこで AI がね取って変わるっていうのがカーツワイルなんかの言ってることで、要するにバイオ的な進化はもう人類で終わり、うん、その後は人類が生んだメカが独自に進化していく。メカにとって人類は余計な生き物だから、メカが人類を滅ぼしていくっていうかな、うん、だからだんだんこう絶滅危惧種みたいになって、もうあと人類がこの世に5人しかいないとかいう時代が来て、で AI が自動的に自己増殖を続けていくようなそのサイクルがやってくるだろうっていうのがカーツワイル。つまり進化っていうのはバイオのレベルだけじゃなくてメカの水準でも純粋に起こっていくんだっていうことなんですよね、うん、で逆に言えば人間の体って実は柔らかいけどメカなんですよ、うん、DNA で創生されてる。だからメカの在り方がこう跳躍して変わるだけなんでしょうね。だから、猿の惑星はね、猿がこう地球を支配してたってなったけど、メカが地球を支配するで、人類はその支配下に置かれるっていう時代がおそらくそんなに遠い将来じゃなく来るんじゃないかなっていう、2000年代に来るんじゃないかなっていうんでしょうね、うん、きっとね。まあそういう話を聞くと暗い気持ちになる方がいらっしゃると思いますけど、私なんかは全然年取ってる人もありますけど、でも先生と私9歳しか違わないから、そうね、あとこう言ってる感じですよね60年安保、まあ、70年安保ですから、はい、だからあんまり別にねそんなに暗い話ではなくて、はい、まあ映画では同じなんですよね。もうターミネーターですよね。ターミネーター、ターミネーターですね。ターミネーターはそう、そういう話だったし、まあ別におなじみの話って言えばおなじみの話だと、うん、まあともあれですね、今年っていうか今年は随分運命的に大きい展望で変化の年であって、具体的にどういうふうになっていくっていうのは分からないですけども、でもターニングポイントもあったんですよね。あったんです。だからロシアの侵攻っていうのは大変なことであるし、それから、まあ、AI の出現っていうのも実は大変なことで、使うこと自体は簡単ですからね。ただそれでもって芸術作品を作るってとまた話は違いますね。私の場合はあくまでもこれは少なくとも切断芸術を使っていることと、それからまあ、芸術が成立してるかしてないかっていうのは見分けられるということは大きい。まあ言語判定法ですけど、ただ言語判定法だけじゃなくて言語判定法の根本には、つまり中学1年段階から東京国立博物館に通って国宝重要文化財を目で暗記するみたいな作業をしていて、延々と美術作品を見てきてるわけですね。実物を見ないでは無理ですよ。だからこの間もつい最近も私に対してこう彦坂さんの芸術概念っていうのを知りたいとか言うから、芸術概念なんて関係ないですよ。評論家が言う芸術概念とか芸術の定義とかそういうことは全く無理ですよ。現実の名作を見ていかないと無理です。美術一般になるわけじゃないですけどね、圧倒的な優れた美術作品存在するわけですよね。でしかも
芸術が優れてるものが存在するのは実は古い文化、古い古典文化に一番濃厚に芸術が最初に成立したようなものが非常に濃厚に芸術性を持っている。で、どん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 薄まっていくわけですよね。だから今の現代アートとかそういうのをどうこう覚えてみても、まあ私なんかはつまんないですよね。で、そういうことでまたそういうことを言ってこう議論してどうこうっていうことはほとんど意味ないの。だってほとんどに日本に限らないんですけど、世界的にですけど、美術館の学芸員とか館長レベルとか批評家レベルが実際問題として芸術側が分からないんですよ。そう言っても皆さん困るだろうけど、とにかく具象画が分からないんですよ。結構深刻な問題ですよ。具象画を見てまともな芸術が成立しているというふうに見れるか、単なるペンキ絵か。多くの人は今ペンキ絵しか、ペンキ絵にものすごく、AI でもそうですよ、ペンキ絵にものすごく反応してるんですよ。ペンキ絵ってのは何かって言ったら、今例えばそちら側に見た時に私とか先生の後ろが見えないでしょ。と見えないところがあって見えるところがあるじゃないですか。と見えるところを絵で描く。で、絵で描いた時に見えない頭の後ろがあるわけですから、見える前を支えてるのが後ろですから、その後ろまで描くっていうのは後ろの存在があるっていうことを描く。で、それが非常に重要なんですね。で、頭があったら首がこうあって肩が支えてて、それと頭身の身体があるということを描いていくということが非常に重要なんだけど、それがもはやできなくなっている。見えるところだけ描いて、見えるっていうことの明快さに喜ぶわけ。で、それは困る。見えないことを描かなきゃいけない。で、それは歴史も同じなの。つまり自分が生まれた時から自分は知覚してきますよね。だけどその自分が生まれる前の歴史ってあるわけじゃないですか。で、その自分が生まれる前は見えないわけじゃないですか。で、その見えないところを見えるように努力していくのが学習なんでしょう。人間はだって学習をしないとダメなんだっていうことを普通に教育組織っていうのはみんなそうなんでしょう。だから全然何も教えないで、生まれた子供にさ、言葉も教えないで育ててみればいいわけでさ。だから学習させないと無理なんですよね。で、それはだから生まれる前は見えないから、それを見えるようにしていかなきゃいけない。だから美術史もそうなんですけど、だけどね、今僕なんか付き合っている美術関係の人でも、見えないものは見えないって言って喜んでるんだよ。本当に深刻だよ。まあ名前言っても問題がないのは、宮田哲也さんっていう人が本出したけども、簡単に言えば戦前なんか何もないっていう言い方になる。戦前はだから日本画と洋画しかなかったと。そこにはコラージュもなかったっていうから、そんな事実に全く反するわけだからね。コラージュなんていくらでもありますよ。全く嘘をつくわけ。つまり自分が生まれてないから見えないんですよ。見えないってことの上に、つまり見えないことの無知だっていうことの快楽がある。無知だって、そんなこと知らない。無知の快楽にさえ溺れてる人がものすごく多いわけ。まあ普通の大学の若い人と接触しても勉強したくないって言うもんね。大学に入るためにはしょうがないから勉強するし、単位取るために勉強するけど、それ以上は勉強したくないんだよ。だから無知の特権の中にさいるわけ。無知の快楽がない。だから、まあ、世界は滅びるんだよね。で、とにかく今時代は変わっていくから、だから頼みはっていうのは、希望をつなぐのは地方ですよ。地方が疲弊してきて貧困になって、シャッター奴隷がたくさんできて、そういう困難の中からさ、優れた人が出てくるから、地方に対する希望を私なんか持ちますけどね。でも20分オーバーに、はい、おしまいしますか。締めてください。はい、いや、どうもすいません、相変わらずの、おしゃべりでも先生に講義していただいたの前半でね、本当に
いや、ずいぶんありがたい話してくださってなんか無理やりまとめなくていいですいやいや、本当にそう思いました。やっぱり私なんかの見てる範囲にとってもっと大きいですよ。いや、だから他者っていうのはね、やっぱり非常に重要なんですよ。今、Facebook でも付き合ってる人が、その自分らしくっていうんですけど、私なんか自分らしくなるのってことですよ。全く意味のないことであって。ナルシシズムは芸術の邪魔かもしれませんね。うん、邪魔。あくまでも他者と向き合った時に初めていろんなものが出てくるわけですよね。他者は非常に重要なんです。だって少なくとも自分が知らないものを相手が知ってるわけでしょ。だから自分の知らないものと向き合っていく努力っていうのはしないといけないから、だからそういう意味では他者は大切で、まあネットも含めて、多くの人と接することは非常にいいと思うし、それでまあいちいちその前間違ってるとかそういうことを言う気はないですから、私自身は、まあ、別にナルシズムに溺れてる人がいてもそれはそれで独特というかね、別に批判はしない。先生、傍観者ですもんね。そう、傍観者傍観者傍観者それは聞かれればね、別に何か言うのはいいですけど、いや、どこに立って見てるかがちょっと興味ありますけど、そうですね、はい、どうも長々とご清聴ありがとうございました。終わりたいと思います。あ、何かありますか、質問。はい、ですね、スタンリー・キューブリックのね、2001年の9年間からあれどういうふうに見ますか。あ、見ましたよ。いやいや、どういう解釈するかって、今のその AI の話で言うと、キューブリックは優れた映画監督ですけども、うん、通してっていうか本数見ていくと、うん、やっぱりその限界ありますよね。前半初期のものはすごいと思いますけど、まあ一番いけないのは飛行機に乗れないってことですよね。あれはやっぱり今という時代に生きてて映画監督で飛行機に乗らないっていうのはね、何でしたっけ、戦争映画なんでしたよね、ベトナム戦争のやつね。ベトナム戦争ね、あれはフルメタルジャケット、フルメタルジャケット、あれはだから最後が絶好けていくわけですよね。ベトナムで取れないものだからヤシの木を持ってきて、そのヤシの木が枯れてて呆れるけどね、前半はすごいと思うんですけど、まああれだけすごい映画監督がなんか、時間が経っていくと色あせて見えるっていうのはすごいなと思いますけどね。2001年うちの旅作られた、ね、年代から言うとやっぱりすごい天才的だと思うし、やっぱりあの中で出てくるモノリス、うん、あれが精神分析的に非常に意味があるわけで、うん、中の精神分析で言うと父の名っていうポジションなんですけど、ノン・デュペア、世界を作り出す元になっているもの、それがボーンと原始人の前に立ちはだかるわけですよね。モノリスを出したっていうところがやっぱり鋭い。それに比べたら何かこう空に投げたらそれがなんか宇宙ステーションになってるみたいなのがちょっとありふれた発想であって、やっぱりモノリスが投げかけてる謎こそを解くのが我々の役目だと思いますけど、うん、そうですね、そうですね、はい、はい、よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。